では私のお見せしましょう。はい。五大台。はい、どうも、ケトキンシの水田です。モンでーす。ダイです。画数ゴルフをやろう。よっよー。ということでね。はい。画数ゴルフですよ。画数ゴルフ、はい。昔動画でやりましたけど。やりました。あの続きは出てたね。出てましたね。あのどんなルールかというと、お題があってこんな範囲の感じで30画を目指してください、はい、みたいなことを言われるんで、みんなで合計画数が30画になるようにお題を満たした感じを書いていくということですね、うんうん、それが2文字でも3文字でも4文字でもいいわけね。そう、ただやっぱゴルフなんで2文字の方が有利ということになる。2打でゴールしたと、はいはいはい、カップに入ったということになりますから。で、同じ文字数だった場合は一番画数の多い漢字をかけていた方が勝ちということになるわけでございます。なるほど。これやっぱ学ぼうチャンネルなんでね、より学んでいきたいと。まあこのルールそもそもだいぶ学びに近いゲームですけど、学びにつながるような漢字を書いていきましょうね。はい、はい、じゃあまず俺からね。はい。日本の元号に使われたことのある漢字、うわ40画目指してください。うわうわ、他にあるかな。よし、オッケーよ。はい、じゃあ鶴崎からいきよう。ででん、五敬礼。五敬礼、神五敬運の五と、お敬王とかの敬と、うん、令和の令。なるほどね。あいくつになるのこれ。20+15+5だと思います。おー、なるほどね。20+15+5ですか。そうですか。どっちかどうぞ。どうぞ。自信があるない。ない。ないの。じゃあ先出したら。はい。どうぞ。軽軌道。軽軌道。軽軌道。おー、なるほどね。慶応の慶と、うん、利益利益と和道の道と。なるほどね。では私のお見せしましょう。はい。五王台。おー、神五慶運の五、慶応の王、大化の大。これなんとですね、慶応って慶の方が多そうに見えて王の方が画数多いんです。マジかよ。その王ね。ということで私が20-20で、まあ鶴崎と並んでるんだけど、次の画数勝負になるんで17-15で俺の勝ちです。おー、やったぜ。すごい。これ一覧が出てるんだけど、本当だ、神五慶運の五がやっぱ最大。本当だ、使われてる文字の中で一番画数多いんだ。次が見る、観音の観、観音の上覧のね、慶応、ね、とかは、はいはいはい、明治の一個前だからね、うん、そういう意味では覚えやすいとか。神五慶運年間にあったことわかります？神五慶運年間にあったことある？全く知らない。まず何年続いたんだ神五慶運。だいぶ短いはずなんだよ、あのあたりって。今一世一元のせい、はい、その天皇が変わるごとに元号変えるってなってるけど、当時は何変わると元号変えてたの。亀は霊気と元気、和道は和道開珎ができた頃、あの銅が見つかったことで元号変えるという。16画のこの2つ何に使われてるか全然わかんない。最高とかいうめちゃくちゃ良さそうな資源号に使われてるんだ。でも最高の頃に何が起こったかわかんなくて全く知らない。意外とあれだな、こんだけ見てても知らん言語いっぱいある。そうですね。の割には使われてる文字数の種類としてはあんま少ない。そうだね、だいぶ少ない。上眼、天眼と原型に囲まれてる上眼。正体ね、正体の辺の正体か。治安とかいう言語あるんだけど、治安、治安って読むのかな、あれ。治安かね。治安、治安だね。治安とも読みそうです。治安とも読むんだ、面白い。何があったんだ。あー、喜ぶからね。なるほどね。お元平時とかはまあ見るやつね。剣武、剣武、剣徳、上、あ、観音の上覧の観音ですね、これ。観音、やっぱこうやって見ると意外と使われてる文字ってないね。うん、大化の改新からさ1400年ぐらい元号を使ってるわけじゃん、うん、なおのことそんだけしかないんだよ、ね、確かに、うん、ということでまずは私の印象というのがあります、はい、次の問題は、はい、漢文とかで使う再読文字、変読文字、置き字合計で30画。いやー覚えてるかな、じゃあそろそろにしようか。俺がオーナーだから俺から打つか。はい、はい、こちらバン、またなし。ああ、あね、お記事の代表ね。刑事上学の字ね。そう、刑事上学の字。またはまあまあ再読文字ですね。再読文字の中でも一番画数多いんじゃないかな。あとはないはね、あの何々なしのね、変読するやつです。これ12-12-6-30なんです。なるほど。いいんじゃないでしょうか。じゃあどっちから打つ？はい。おお、ああ、またそれもね。まさに先祖のまさに。うん。よろしくすべしあらず。確かにこれ忘れてたわ、このあたり。確かに。鶴崎、うん、なんだあったの。外、小、即、あー、外、けなし、小はあるじゃん。うん、え、即はすなわち、すなわちね。
というので13、17どうでしょう、これで判定出まして、はい、鶴崎十三角、書いてるんですが、はい、即、すなわちがですね、再読ではない、ということで、失格。そして私、またが同じく、はい、失格。あれ？これは？門の出してるもの、全部セーフ！やったー！ということで、門の勝利！一番文字数多かったけど。なんだこれは。いや、繋いでてよかったー。繋ぐの大事だよ。確かに、確かに。みんなぶっ飛ばすぎて OB してるな。そうなんだよ。だいぶやらかしましたね。ちょっと見ていきましょうか、はい、これは置き字だから読まないやつ。置き字で、あ、まだ読まないのか。あったあったあった、はいはいはい、物とかもあったね。終焉の縁とかも確かに置き字だったわ。置き字ってやっぱり言ったらやっぱり K だよね。 K 四角のところにあるこれね、詩とかのリズムを取るために使われる K。 読み方わかんねー。これね、置き字は本当にあの会った時によし無視って思って読んでるから。そうそうそう、再読文字はねみんな覚えたもんだけどね。なおってやつあったな。なおあるね。なおたるはなお及ばざるが今年。なお今年。なるほどね。なお今年懐かしいな。そう、例文に載ってるもんな。すべからくとなおは載ってるね。特に変読文字は覚えてないね。そうね。変読文字って意識してなかったりするじゃん。うん、でも、センターの頃とかさ、当てはまる漢文はどれでしょうみたいなやるときに大事だった、ね。うんうん、これ、ちゃんとした使い方ができてるかと。変読高校生クイズのね、博文漢文を取ったときに絶対。はいはい。準決勝の。あれのときにめっちゃ使えるのよ。変読って。一番多いのは何だろう。ね、まあ、辞書的に見たときに、まあその休日会はあるんだけど、あ、難しい、難しいね、難しい、変読だね。なりがたしとかしがたしの難しい。で上ね、あの新鮮の線は少なしかな。高原霊食少なし人で覚える。確かにあの少なしってこれか。そう、少なし、マジでこの高原霊食少なし人でしか覚えてない。それ重要の中からあれは家ども。家ども。あ、家どもって書いてある。家どもか。家どもね。あ、これ無難って書けば勝ちだったのか。無難？無難。難しいと無って書く。本当だ。無難で二画。無難が最適だったんだ。意外とやっぱ覚えてないもんだな。ところで門がポイントです。やったー。読んだだったけどコツコツ繋いで。では、はい。続いて鶴崎の出題。僕のお題は、はい、歴代日本の内閣総理大臣の名前に使われた漢字。あー、はいはいはい、60画。60画？ちょっと長いね、これ。60画。60画？じゃあ、行きましょうか。はい。誰から開ける？ババーン。後藤栄也。後藤栄也？誰それそれ。細川守博ってこんな字じゃなくて。あー、うん、そっか、細川守博いたわ。忘れてた、やばい。まあ、党は伊藤博文とかの党と、古内文麿とかの A と、うん、まあ、安倍さんとかの休み。はいはいはい、はい。お殿様がいた！忘れてた！俺もう細川守博忘れてた。はい。検討マロユ。検討マロユ。山形有友の方。ああ。これ20画ね。で、藤井と、あと、近衛文麿。うん。で、加藤友三郎の友。おお。でした。20、19、18、4。山形有友の方って下心ありますね。あるんじゃなかったっけ？ある。まあ、なかったら、普通に OB だけど。わかんない。まあいいや、いったんいったね。じゃあ、鶴崎。森木まろみ。森木まろみ？細川秀原の木。平沼喜一郎。平沼喜一郎の木ってそれだっけ？かきね。こないふんわろう。うん。三木竹雄。平沼喜一郎の木って切り抜きだっけ？じゃあ、判定と参りましょう。判定に行きましょう。というわけで、はい、判定が出ました。はい。まず、伊沢さんのは、うん、山形有友のガタは、やっぱ心ないです。ないわ。ああ、ないわ。で、こちらですね、平沼喜一郎の木が、うん、馬編。おい馬編。おいこれは、はい。オッケーらしいです。うわぁ2ホール連続で両者失格で、もう優勝うわ、平沼喜一郎って馬編かよ。ひどいね。平沼喜一郎思いつかなかったけど。確かに、平沼喜一郎の喜、それか。で、こちらにリストがあります。はい。細川守博の森がね、うん、休日帯とかを除くと一番多いらしいです。いやー、そうか。山本権の兵衛の権でね、なんか難しい書き方をする。すると、権の兵衛って言い方も。そう。権兵衛という言葉でしょ。俺は、小5か小6の時に山本権の兵衛を初めて見た時に、なんてかっこいい名前なんだ。あとは、19ないんだ。若月玲二郎の例を旧字で書くと、若月玲二郎の例は今旧字で書いてるんだよ。
あとは宇治麻呂、伊良木一郎の木と東国宮の彦の。いやじゃあ藤井俺小磯国明の磯はね思いついてたんだよ、はいはいはい、そしたら麻呂見つけてこう変えようってなって最初これだったんだけど、はいはいはい、あと龍がね橋本龍太郎の、はいはいはい、それを16の、はい、いろいろあるでこう考えるとむずいしが、あ、林千十郎の千、林千十郎の千、考えてなかった。やっぱこの12、13って一番考えなかったもんな。うん、逆にもうこれはないなって飛ばしてたやつ。犬飼剛に期待した時のがっかり感ね。そんなにないんかい。甲斐も剛も15画15画、あそこまでな、タイルみたいなやつだな。石橋丹山じゃない、石橋丹山、石橋丹山ね。ちょっと2試合とも最適解ではないけどこの3人の中ではまあ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 、まあ、勝負には勝ったということで、ちょっと飛ばしすぎたなということで、パクスゴルフやってきましたが、はい、1勝2勝0勝でもう優勝だよ。なんか甘かった気しないけどみんな勝手に飛んでった。まあやっぱこういうのねやっとくと、あの遊びですけどテストの時に思い出すきっかけになってしまう。間違えておくことも大事ですからね。そうです、そうです。ということで皆さんもぜひいろいろチャレンジしてください。はい、あといろんなパターン考えたけどこういうのもあったんじゃないのかね、うん、こういうの思いつきましたらぜひコメント欄で教えてください。ということでチャンネル登録、ご質問、ポイント、そうちゃん、楽しくさよなら。